東沖縄沖縄西九山九山、もともとこの苦手にしておりました九山ですがね、横綱が、まあ、そうですね、バンカ相撲も今場所どうですかね、進みましたるところあいや沖縄沖縄なった有山有山の相撲一番にて千秋楽、まあ、これ横綱負けると大変なことになっちゃうんですよ。そうですよ、これ大変になりますよ。虎と剣と桜と虎剣っていうのが横綱扱うでね、もちろん9人によって誰と最初を取ってどうなるかということになります。見たい気もしますね。こんなこと言っちゃいけない。土俵際にいる桜田とかが言うとしたんですね。まあ、結果として横綱が優勝するならこれで決めてもらった方がね。そうですね。まあ、九山がね、かつてのこう押しが入った時には力があって押し倒せたんですけどね、うん、この最近力が入っても押しが ね、押し倒せませんからね。いや、わかりませんよ。まあ、そう言ってますけど。そうですね。横綱大稲田、さあどうなりますか。これで13回目の優勝がかかっております。対する相手は九山。やばいよね、なんかそれな。いつもなんかだいたいこっち来ちゃうんだよ。さあ横綱の大稲田、頑張れ。ありません。頑張れよ。さあ勝った。あ、勢い残った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 。そこでパッと喉が痛い。残った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 残見つけて寄り切ってしまいましたね。これで横綱本当に復活してしまったな。右差場所連続崩れそうで崩れなんですね。西の海に負けたというのがこの前哨位しましたけど、この相撲は全く珍しい相撲でして、先場所の西の海初めて勝ったの一番といいね、めったに稽古場でああいうことにならないその一番がちょっとこの二場所出ておりますけれども、あとはもう盤石の準備と四つの萌えも見てみたかった気がしたね。さあこれで、優勝は大稲田と13回目しました。新記録で荒登りをついに抜いた。第79回上相撲本場所幕内最高優勝は横綱大稲田、成績は10勝1敗でございます。先場所に続きまして10勝1敗ですね。表情支配大稲田次は第79回本場所において優秀な成績を収めたので、その名を支配に告し長く栄誉を表彰する。昭和平成3年4月日本上相撲協会13回目の意義ありますね。13回とは大変な気持ちですよね。79回やってて13回優勝するな、大したもんだ。荒登りに行きましたからね。これでもう上相撲界の最大の横綱じゃないですか。年商も26ですし、初めて、全勝で数えた全国に放送された小沢博史賞か、小沢博史賞会ですね。昭和50年のことであります。はい、参りましょう。優勝力士に支えております。取ったらいいかな。いい感じ。映像訪問会。映像訪問会。そう、そう、ずっと考えてるな。金牌であります。おお、そんなのもらえるんですか。金牌でお前飲んだじゃん。優勝した力士飲むの。まあ、この3つがですね、一応テレビで
って報道された神相撲では、まあでね、優勝ある三者ですね。そうですね、まあ番組でまあ、これが一番の昔からの、まあ、それが一番いい ね、 ね、まあ、これは昔からある。総理大臣杯ですか、これは。いいですね。次は優勝ある、うん、その前導車俺持ってきたんだよ。じゃあ小泉さんからインタビューしてください。江戸川親方、久しぶりの優勝なんですかね。ありがとうございます。どうですかね、今場所振り返って。いや今場所ですね、やっぱりきつかったですね。あ、そうですか。いや今場所は自分として13回目という一応大金字塔に挑戦する場所だったんで、いやなんとか成し遂げてほっとしてます。場所前の調子はどうですか。場所前の調子はまあ自分としては体調万全に臨んだんで良かった方ですね。来場所の抱負というのは。そうですね、ちょっと2場所3場所前負け越しちゃいましてね、腰の調子がちょっと一時ずいぶん悪かったんですけど、まあ、ミスターリーさんという、うんうん、ハリシ見つけましてね、紹介してもらったのが構想しまして、うん、まあ、あったかい気候にまたなりますから、うん、夏に向けて14回目の優勝向けて頑張りたいと思いますけど、まあ、一時いろいろ噂されて私たちも優勝できるんじゃないかというね、一時の期待があったんですけど、また復調してきたというので、はい、またこれはなかなか優勝できるという、そうですね、可能性が少なくなってきたんですけど、その辺は下に喜ばすというような、そういうようなシチュエーションはないんですかね。いや、まあ私も精一杯です。下が強いですからね、来場所も一生懸命やらないと、まあ、なかなか難しいことだと思います。小林さん、どうもおめでとうございました。 ありがとうございました。大蔵さん、今場所を総評して何か総評お願いします。ね、今場所は横綱を見ながらやはり外を見て、優勝したということですね。これでまだまだ大きな安泰ということ、まあ、それに甘んじて泉新鋭がね、鶴見山、つくよみ、虎ノ富士、鶴見山が横綱になるんじゃないかと思うな。上に上がって結構かっこいいしなと決戦はされ、かっこよくないというところから言うことだと思いますので、鬼より上だと思うんですけど、伝統でしたね。まあ大きならとしても今場所はまあ、安心した相撲が見ていてね、全く危なげない相撲でしたから、そのまま来場所もね頑張ると思います。岩見中も8勝ありましたし、しかし大関が2人ね、この取ったというのがね、そうですね、それが1年の一抜の寂しさでもね、最後戻ってほしいと思いますね。下に鬼に引くとか、鶴木山とか来ておりますからね、早くそういう人と入れ替わる時代になるという前